松坊主と有名な松坊主、はい、ローマ字じゃないとダメ。じゃあ三村は、まず、まあ、膝なんですけれども、はい、やっぱり左の方は明らかに膝蓋骨脱臼、はい、お皿の骨が、まあ、外れるっていう様子はあります。で右側は基本的にはハマってる状態で、はい、多少緩みはあるんですけれども、左みたいに明らかにもう完全に外れるっていう様子は右は出てないです、はい、今のところ。であとここが足首足根関節なんですけど、はい、まあ、足首の関節は左右両方とも関節が腫れてたりとか、まあ、触ってこう圧痛があったりとか、あとはこういう関節の、まあ、可動域に問題が出てたりとかっていうのはまあないのと、で足首より先、まあ、足先にかけても特に痛みが出るような様子もなく大丈夫です。はい、であとはここ股関節なんですけれども、はい、まあ、股関節も左右両方ともこういうふうに屈曲して、はい、で伸展して、はい、関節の可動域も何も問題ないですし、はい、今股関節に痛みが出てるっていうことも全くないので、はい、まあ、その辺も大丈夫です。はい、でなのでやっぱり症状としてはそのスキップするっていうのはもうこの左の膝蓋骨脱臼からの症状で、結構外れやすい状態ではあります。でただハマってる時もあるのでずっと外れっぱなしっていうわけではないんですけど、そのハマってる時は普通に足使えるけれども、その外れてる時に結構スキップをしたりだとか、まあ、そういう症状が出てるっていうところ。スキップしてはめようとするんですか？足をこう後ろに例えばこうやって伸ばした方が戻りやすくなって、自分でちょっと足をこうキョンキョンと後ろに伸ばしたりして、自分で戻す子もいてます。はい。このレントゲンの時には外れてはいないので、この大腿骨があって、ここに、まあ、お皿の骨があるんですけれども、はい、まあ、右も左も両方とも、まあ、正しい位置に、この時にはハマっています。で、レントゲンでも股関節、ここ両方左右両方とも綺麗ですし、はい、まあ、足首の関節も綺麗です。はい、で横から見ても足根関節も股関節も問題なしで、右側の足根関節も股関節も問題なしですね。なのでこの状態の時にはハマってはいるんですけれども、
下辺の、うん、こんな感じで膝の関節をこう正面から取っている状態なんですけれども、はい、この大腿骨の端っこにこういう溝がありまして、うん、これが室外骨になります、はい、で通常この溝の真ん中にはまっているのではまっている時にはここの溝の上にお皿の骨が映って見えてきています。でただ今その左側はこのお皿の骨が、まあ、体の中心の方に向かって内側に外れるっていう様子が出てるので、この何かのタイミングの時にポコンとこういう状態でこの溝の位置から離れて内側に外れるっていうのがまあ出てる状態になります。おはようございます。よろしくお願いします。今日までなんか体調が大丈夫です。はい。体重はこないだと一緒で38.5ですね。なんか足の方もそんな目立って変わったことは、うん、いつもと一緒。はい、今日左側の室外骨脱臼の制服の手術をお願いします。手術終わって、はい、麻酔も冷めて落ち着いてくれてるの確認できたら、はい、一度様子ご連絡させていただきます。ご飯、はい、ご飯1分出てきたんですけど、はい、いいです。ご飯が食べなかったらいつもチュールかけてたんで、はい、わかりました。で多分これ大好きなこれ入れといてもらえます、はい、あ、わかりました。はい、じゃあ一緒にお預かりします。どうしましょう、カラーとこんなん買っといたんで、はい、はい、カラーもサイズいけそうやったら、はい、はい、持ってきてもらってる分で、はい、お願いします。はい、明日なんですけど、はい、午前中か午後かどちらでお迎え来られますか。午前中来れたら、はい、午前中の方が、あ、わかりました。じゃあちょっとだけお待ちください。はい、あ、9時40分で、あ、わかりました。はい、はい、じゃあそこでちょっとお取りしていきます。はい、待て、飛んだらあかんよ、飛んだらあかん、待て、はい、はい、大丈夫、お願いします。はい、じゃあお預かりさせてもらいます。お願いします。一丁やな、はい、大丈夫。多分お泊りもしたことないんで、はい、すいません。お願いします。はい、またお電話させてもらいます。